思いにだ、今回なんですけども、今回なんですけども、あの、コータス325トロピウスの捕まえ方、教えたいと思います。と言っても、僕がコータス325トロピウス持ってないんじゃないかなと思っちゃう方も多いと思うので、まあ、まずそちら、証拠の VTR から見せていきたいと思います。はい、というところでポケモン GO を起動しております。さあ、本当に果たして持っているのか。いやー、ママさんが朝になって消えてるとか、マジで落ち込むけど、まあ、そんなオチはねえけど。まだ6分入ってる途中か。ドゥ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 かよ。まあ、いや、というところで見せていこうかなって思います。まあまず、ユクシーイベントでゲットした、もうゲットしましたよ。みたいな。あとここからか、サニー号ほらゲットしましたよ。サニー号にコータスちゃん。コータスちゃん、サニーのコータス、ほら、あとトロピウスだっけ、トロピウスだっけ、見かけちゃった。今ちょっと見ちゃった。今ちょっと見ちゃったで。ほら、トロピウス、トロピウス捕まえ方。まあまあこんな感じで捕まえることは分かったと思うんですよ。見せ終わったと思います。ポケモン GO もしてて持ってないやつら羨ましいだろう。羨ましいだろう。っていうところで、そうだな、どうやって捕まえたらいいか教えていきたいと思います。二通りあります。まず一通り目、自分で行ってゲットすればいいんですよ。僕みたいに、僕はマレーシアでコータスとサニーを捕まえてきましたよ。はい。2つ目、フレンドを作ればいいんですよ。友達作ればいいんですよ。友達からもらえるかもしれないんで、友達からもらいましょう。普通の機能でゲットするのが一番だし、そんなチート的なものあるわけないだろう。というところで今日の動画終わりたいと思います。さよなら。